はい、課外工学始めます。今日は蒸発酸の先週に引き続いて蒸発酸の推定を行います。で、先週何を習ったかというと熱の収支っていうのは、お日様太陽からどれぐらいの熱をもらって、その熱が地球上でどう分配されているのか、ね、我々がもらうエネルギーっていうのは太陽からのショートウェーブ太陽放射ショートウェーブラディエーションと雲とかからのロングウェーブ超波ロングウェーブラディエーションで我々は地球も反射もするで放射もするで入ってきた正味のラディエーション、ネットラディエーション正味のエネルギーを線熱と圏熱と地中熱に分配するということをやったと思います。で線熱っていうのは蒸発とかするときに気温が変わるときに、放出する液体から気体に変わるときに放出する熱です。で圏熱っていうのは気温を上げるのに使われる熱、じり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 火を当ててるとどんどん気温温度が上がっていくそれに使われてる熱でした。だから、線熱が顕著な森とかそういったところでは気温が上がりづらくて、涼しく感じるっていうことでした。はい、じゃあそれで実際に蒸発酸を、推定するのがこの課外工学では大事になっています。じゃあどうやって推定するかの方法で今日はバルク法っていうのを習います。バルク法っていうのは、ぼんやりとしたバルクぼんやりとしたっていう方法です。で、ちょっと字汚くてごめんなさいね。蒸発酸は拡散現象で表現できる拡散、例えばここで何か煙タバコを吸って煙が出るなるとモク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 と広がっていく。で、コーヒーにミルクを垂らすと何もしなくても広がっていく。そういった現象を拡散現象と言います。で、何か拡散していく。で、つまり地表面に高い湿度が存在し、大気の湿度が低ければ地表面から大気へと水蒸気が移動する。何言ってるかというと地表面がべちゃべちゃで水たまりとかがあって上がカラカラカラッと大気がカラッとしてたら、拡散現象で蒸発が生じるということです。でそれを式で表すと、蒸発酸量 E イコールマイナスロー KE の DQDZ になります。じゃあここで E っていうのは蒸発酸量です。でローっていうのは空気の密度です。で KE は、拡散係数になります。Q がごめんなさいこれ書いてないですけど皮質になります。前の時間でやった皮質になります。で Z が鉛直方向の距離になります。で、ここマイナスついてるのはこれが傾きがマイナスになるからです。高いところ湿度が高いところから低いところに、行くので、傾きがこっち向きだからマイナスになっちゃう。だからマイナスとマイナスで打ち消すためにここにマイナスがついてるということです。大丈夫かな。だから拡散現象としてこれだから、DQDZ が大きいほど、蒸発酸は生じやすい。だから例えば銭湯とかサウナとかはもうそこら中でモヤモヤしてて水蒸気が高いところは地表面も上も湿度があるでしょ。そうするとこれが小さいよね。だから、サウナで水をばらまいてもなかなか蒸発しないっていうのはこういうこと。逆に砂漠とかカラッとしたところで、水をまくと一瞬でサッと蒸発するよねっていうのはそれのこれの傾きが大きい。ここがもうべしょべしょで上がもう湿度ほとんどないような状態だと傾きが大きいから蒸発しやすいといったことになります。で今のこの常微分方程式を離散的に表現します。離散的にっていうのは、引き算と割り算で、はい、離散的に表現すると E イコールマイナスロー KE ここまで一緒で DQ、DZ を Q-9S 分のデルタ Z これデルタです。だからこことここ地面の、湿度の差とここからここまでの高さ、ね、距離で置いた。でこれを離散的にと言います。で、また言いますけど今コーヒーを飲んでると思ってください。でコーヒーにミルクを入れると分子拡散で広がっていく。コーヒーブラックコーヒーにミルクを垂らしたらバーッと広がってきますよね。で、それをもしスプーンでかき混ぜるともっと早く混ざりますよね。
当たり前だけど。そのかき混ぜるっていうのは乱流拡散を生じさせるためで、早く拡散するためです、ね、ミルク入れてじわーって待っててもいつかは混ざるけど、そうじゃなくてもっと早くしたいからかき混ぜるよね。じゃあ自然の世界ではそれをかき混ぜるっていう役割を風がしてくれます。働きをするということです。まあじゃあどういうことかっていうと、一旦書きますね。はい、まだ今の説明したのを絵でもう一回書いてみます。これ建築方向 Z で、これ地面だと思ってください。で、ここQ の S、 Q が皮質で、ここのごめんなさい水遣いで S っていうのはサーフェス、地表面っていうんです。地表面 T 皮質で、ここら辺の Q、 これが大気の皮質です。で、ここの高さ、これがデルタ Z になります。これを言って、蒸発算が決まるって言ってたのがこの式ですね。で、ここの湿度とここの湿度の差が大きいほど傾きが大きくなくて、大きくなって蒸発算になる。で、このかき混ぜるのに風が効いてくる。ここで、U、風速、風が効いてくるということです。で、この風の効果を拡散係数の一部と考える。で、この Z を一定として考える。ここね。これをすると、何をやってるかというと、はい、ここでさっき言ったこの拡散係数、これに風の効果が入ってくるものだと考えます。そうすると、KE、 この KE、 ACE、 これに風の速さで、デルタ Z 高さ、この単位でやってあげる。そうすると、この蒸発算量 E っていうのは、こいつ、E は、ロー、CE、Q、マイナス、Q、あ、これでここで逆にして、QS マイナス Q、 このマイナスを消すためにこれを逆転させます。で、これが U あります。はい、で、これをバルク式と言います。
ここで、CD は先月のバルトケース。先月というのは、蒸発酸をするときに消費する熱です。のバルトケース。で、U は風速。でバルクケースが基地であればこれのね、風速や気質などの観測データ、気質などの観測データをもとに、蒸発酸量を推定することができる。蒸発酸量を推定することができる。ということになります。はい、だからここの蒸発酸量は空気の密度バルク係数かける、地表面の湿度引く大気の湿度かける U ですね、風速と皮質などの観測データがあれば蒸発酸は計算できるということです。で、まあ、また後で話しますけど、こういう観測データってなかなかないです。だから、基本的にはあんまりこの式で求めるっていうのは、難しいです。じゃあどうやってやるのかっていうと、例えば、領域気象モデルとかでアウトプットさせたやつを使ったりとか、まあ、もちろん密な観測やられてるやつを使ったり、フラックスタワーとかでそういうのを使ってるやつをやったりとかします。でもまあ難しいっちゃ難しいです。はい、じゃあ今のがセンネスですけど、今と同じような考え方で拡散という考え方で同様に検熱フラックスも求められます、ね、温度が拡散していくというイメージですね。求められる。で、それを式でちょっと仮定はまあ飛ばしますけど、同じです。検熱 H イコール、バイオケース CP かける密度。ごめんなさい。空気の低圧品質です。で、密度かける CH。これが、検熱のバルクケース。で、地表面の温度、T はテンパチャー、地表面の温度で、大気の温度、空気は空気ですね。で、それかける風速 U です。はい、で、ここで、CP っていうのは空気の低圧比熱。これは単位とかをしっかり見ていくと、何かっていうのは分かると思います。空気の低圧の比熱。
で、TS が地表面温度。で、T が気温。CH は検熱のバルブケース。で見ます。はい、これで栓熱と検熱も求めることができる。で、蒸発散量も求めることができるということになります。ですけど、例えば気温、まあもちろん我々気温は分かりますよね。ここの気温、温度計ここ置けば分かりますし、で、地表面温度を測ろうと思えば測れると思います。ですけど、この風速とかをこの場で測れって言われたら結構きついですよね。風速計こうやって持てば分かるかもしれないですけどね。だから、こうやってこのバルクの方法で蒸発散量とか求めるのは結構大変です。じゃあどうやって求めるのか、ね、簡単にやることは求めることはできないのかっていうと、いや求める方法はいろいろあります。でその中のまあ一つとして、経験的にまあ例えば気温だけで、ね、蒸発散量を推定する方法をちょっと説明します。ソースウェイト式と波紋式経験的に、でこれは、蒸発散量を、推定する手法です。はい、じゃあどういった式か、まずはソーンスウェイト式見ていきたいと思います。もちろんこれは人の名前で、英語で書くとソーンスウェイト、年代は1948年ですね。で月の蒸発散量、1ヶ月でどれだけ蒸発散するか、これがまあミリメートルパーマンスですね。でこの式が、E P E P P っていうのはポテンシャル、可能蒸発散量です、実蒸発散量ではないです。またちょっと今は説明しますね。 0.533D0 の I と I で、10×PI 分の I の J 乗、ちょっとまあ、複雑そうに見えますけど実は簡単です。はい、ここで言う、EP P っていうのがついてます。さっき言いましたポテンシャルです、
可能蒸発産量です。さっき言ったように、ここに水がたっぷりあるとすればこれだけ蒸発できますよということです。だからこれに土地利用に応じて 0.246、0.6、0.8、1.0、とかをかけることで、実蒸発産量に持ってきます。蒸発産比率っていって可能蒸発産と、実蒸発産の比を求めている研究もいっぱいあるのでそれを参考にして、費用をかけるということです。はい、でここで J とか I とか、が出てきてますね。 TI とか、D0、 それを説明したいと思います。さっきの式を立てて、実際に測ったやつに合うように J の値を、キャリブレーションしたらこういう形になってきたということでしょう。別に何らかしら物理的な意味があるわけでは全くないです。で同様にこの I っていうのは、シグマの I イコール1から12月までの気温水平均気温の5で割ったやつの 1.514 乗したやつを全部1月から12月まで足したやつになります。はい、でまた言うと TI は来月、1月とか2月とか12月とかね、の月平均気温。D0 は過小時間、D0 ね、ここさっき出てきた D0 ね、過小時間、お日様がどれだけ出てるかっていう時間です。だからまあ冬だと短いし夜は夏は長いで、北半球、南半球、赤道近くとかでお日様の時間で、あとは場所で変わってきますよね。場所時間でこれが、12時間で12時間過小するんでお日様が出るんであれば 1.0 だそうです。まあ例えば6時間しか過小しないんであれば 0.5 とかね、まあ、単位としては12 hour per day or 1.0 っていう単位に。この今言ってるこの J とか I とか TI とか D0 っていうのはこういったここのソーンズウェイト式のこの EP の D0 の TI の IJ、 これです。これでした。でさっき言ったようにこの D0、過小時間っていうのは対象地点の位置で幾何学的に決まるものです。
床時間は対象地点。対象地点の位置。よって幾何学的に決まる。だから、気象データ。あ、じゃあ気温データ。海から EP ポテンシャルの I、 I というのは1月、2月、3から12月、だから、1月の、蒸発産量はいくらか、2月の蒸発産量はいくらかが求まる。でこれがポテンシャルだから、これにある係数を乗じること、蒸発産比率をかけることで、蒸発蒸発産量を推定すると。この値にある係数乗じるかける、その地域の実蒸発産量ポテンシャルじゃなくて実際に蒸発する実蒸発産量を推定する。だからさっきの、ソンスウェイ式で、7月の蒸発産可能蒸発産ポテンシャルを求めたら、400mm だったと、多すぎか、年間で 400mm だったとした、そしたら各月の、蒸発係数蒸発比率を 0.2 とか 0.4 とか 0.6 とかをかけていって、それを下げると。で1ヶ月に、80mm、 80mm が、蒸発しそうだ可能蒸発産であったら、それを実蒸発産に直したら 40mm とかね、そういう感じになります。であとはもう一個ハモンさんのハモン式っていうのもあります。これはこれも似たような感じ、ハモンさんで、これは1961年に提案されました。でその式っていうのは EP ポテンシャルですね、ごっつこれで I が毎月の値は 1.4かける D0i 多少時間の実蒸かける PT っていうのです、はい、だいぶスッキリですね。 1.4 かける多少時間の実蒸かける PT。 じゃあこの PT っていうのは何かっていうと、 PT は月平均気温に対する飽和絶対湿度であると。ここでちょっと変換が必要ですけど、月平均気温から決まってきます。これも日照時間と過小時間と気温で、ポテンシャルの蒸発産量を求めることができるということです。で、これをやると蒸発産量が求まると
で、課外工学で構図をやるときに有効構をかけなきゃいけないって言ってたんですけど、基本的には、洪水のときには蒸発産量はほぼほぼ計算しません。時間が短いしので蒸発はしないものとしてだいたい計算をします。じゃあどういう時に必要になってくるかっていうと、年間1年間を通した水収支、年間 2000mm の雨が降りました。じゃあ何ミリが蒸発して何ミリが川に出てくるのか、で実際に川に出てくるものを計算すると、1600mm ぐらい、じゃあ残りの400はどこ行っちゃったんだっていうと、蒸発酸なのか窪地なのか地下水なのか、そういうことをやるときにこの蒸発酸を求めることが大事になってきます。はい、じゃあ、今日はここまでです。で来週以降は水耕計画、河川の計画、実際にじゃあ河川で洪水が起こると、じゃあそういう時にどうやって計画を立ててるのか、流出計算をして雨から洪水を予測して計算をする、それで事前に備えるんだけど、どうやってやるのか、例えば150年確率とか1000年確率とか計画規模とか超過洪水とか、そういうのが出てくるけど、それを一つ一つ、理解してやれるようにしたいと思います。で今日は、以上です。オンラインですけど最後まで聞いてくれてありがとうございます。